あなたはミツバチになりました。さてどんな花に泊まりたいですか？4択です。 A 一番目立っている綺麗なお花、 B 控えめに咲く可憐なお花、 C つぼみから開きかけたばかりの花、 D 蜜がたくさんある花。さあさあ、 A が一番目立っている綺麗な花、 B が控えめに咲いている可憐なお花、そして C がつぼみからまだ開きばかりのお花、 D は蜜がたくさんあるお花。さあこれはですね、これはですね、皆さん、これはですね、あなたがどんな女性とちぼをしたいかがわかりますちなみに祭りは D ですね。A を選んだあなた、やっぱりルックス、美人でスタイルのいい女性とエッチエッチをしたいと思っています。そういう女性を連れて歩けば男の株が上がるとも思っています。そんなことはないと思うけど見た目と、はい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 。B、遊んでいない女性がいいと思っています。普通でおとなしめの女性が好みです。なるほどね、清楚系がね。ちょっと A A ボロクスに言いつけたの。 B のなんかこう B を選んだあなたは清楚系が好きなんですねみたいな感じ、いいね。 C、 自分が初めてという性的にまだ経験の浅い女性としたいと思っています。少女のような若い女性が好きでロリータ趣味があるのかも。ロリコンかな祭りじゃん、 C だったのかな。そして D、アピールが強く経験豊富な人が好き、グラマラスなボディのフェロモンムンムンの女性がいいと思っています。だって、はい、D やばくない